フランスの初期の航空機。製作者でもあるルイ・ブレリオが、1909年7月25日、史上初の固定翼航空機による、ドーバー海峡横,横断飛行に成功した、際の蒸気として知られる。ブレリオクシーは、ルイ・ブレリオが手掛けた11番画目の機体で、それ以前の機体とは直接の設計上のつながりはない。羽ばたき機の模型飛行機以来ブレリオ機は、箱型服用。 推進式単用機、タンデム浴機など、携帯的にも試行錯誤の連続であり、初期にはほとんど飛ぶこともできなかった。1908年12月の自動車、航空機サロンにブレリオは3機を出展したが、アントワネット100馬力エンジン搭載の単用機、ブレリオ9は、短時間の跳躍ができたのみ、推進式服用のブレリオ X はついに、離陸できなかった。これに対し、 小型の軽飲式単容機である、ブレリオクシーは初めてまともな飛行性能を備えた、ブレリオ機となったが、これは後に、モラン・ソルニエ社で、数々の優れた、単容機を手掛けた、有能な設計者、レーモン・ソルニエが設計に加わっていたからである。テストパイロットとして、後にエースパイロットとなるアドルフ・ペグーが参加していた。ブレリオクシーは、当初、 4羽金属製プロペラと REP30 馬力エンジンを搭載、操縦席前の支柱に小さな安定板が取り付けられていたが、その後ショービエールに羽木製プロペラ付きアンザに空冷、3気筒25馬力エンジンに換装され、小安定板も取り払われるなどの改良を受けた。30km 余りの長さのドーバー海峡、横断飛行は、 初期の航空士の重要なイベントの一つであった。ロンドンの進行ミデイリー、メール社は1906年、世界初の英仏海峡横断飛行達成に、宣伝目的で1000ポンドの賞金をかけた。1909年7月に初横断を競ったのが、ルイ・ブレリオのブレリオクシーと、ユベール・ラタムのアントワネット・フォー、そしてシャルル・ド・ランベール伯爵のライトフライヤーである。 最初に挑戦したのはラタムが狩るアントワネット探葉機で7月19日にカレー市郊外のサンガット村を出発したが 11km 進んだ洋上でエンジンが故障し不時着水して護衛艦に救助されたその後数日間は飛行不能な悪天候が続きようやく昇降状態になった7月25日夜明け前に起床したブレリオは 天候悪化の兆しも帰り見ず予定を観光し、明け方の4時35分に単身カレーから離陸。飛行中には、エンジンのオーバーヒートに悩まされたものの、過労うじて、イギリス側まで海上を渡りきり、強風で足とプロペラを破損しつつも、ドーバー浄化の草地に難着陸した。所要時間は36分55秒であった。同日早朝にはラタムも、別の所有機、 アントワネットセブンで出し抜くことを計画していたが、寝坊して、気を逸した。当時、航空機によるイギリス入国は想定外で、法律にも対応した規定がなかったため、イギリスの税関当局者は、フランスから国境を越えて飛来したブレリオクシーの書類上の取り扱いに困惑した。やむなく税関は、飛行機をヨットとみなして入国手続きを行った。 という有名な逸話がある。この歴史的飛行の達成により、ブレリオはデイリーメールの検証を獲得したのみならず、フランス政府からレジオンドヌール勲章を授与され、出発地はその偉業を記念して、ブレリオ海岸と命名された。ドーバー海峡横断成功という実績を挙げたブレリオクシーには、各国から100機を超える注文が殺到し、ブレリオの工房は、 繁忙を極めた。量産型のブレリオクシーは、横断機に比べず一緒に改良が施され、後期型は、ノームロータリーエンジンなど、強化された各種エンジンが搭載された。アドルフ・ペグーは、改良型のブレリオクシーを使い、1913年9月21日に、宙返り飛行を成功させた。これは、世界初の宙返り飛行であると言われてきたが、実際には、 同年9月9日、ピョートル・ネステロフがニューポール4型機で成功させている。ブレリオクシーは、スポーツ、記録飛行用だけでなく、軍用にも生産され、各国の航空隊創成機の装備機となった。第一次世界大戦諸島においても、フランス、イギリス、イタリア、セルビアなどの航空隊で用いられ、弾着観測や訓練。 場合によっては 25kg 爆弾を搭載して爆撃にも使用された。ブレリオクシーは歴史的にも近代航空史上初期の重要な機体とみなされており保存機や後年に作成されたレプリカも存在する。ブレリオの海峡横断から100周年にあたる2009年7月25日には1934年製のブレリオクシーレプリカ機に フランス人パイロットが登場。ブレイオ海岸から離陸して45分でドーバー海峡横断に成功した。ありがとうございます。